きしめん。今から10年以上前の出来事です。名古屋土産のきしめんを親戚へ渡すために車で向かった時、途中缶コーヒーを買おうとコンビニに寄りました。レジ前でハンドバッグから財布を取り出そうと自分の手元を見ると、私の手はハンドバッグではなくきしめんを持っていました。あ、なるほどね。お土産用のきしめんの箱は持ち手がついている、あの箱に。で、車から降りる際にハンドバッグときしめんを間違えて持ってきた。だからこの方はずっとコンビニに入った時にきしめんを手に持って入ってきてずっとうろちょろしてたんだね。もちろんきしめんの箱から財布は出ません。焦ってコーヒーを棚へ戻し、お店を出て車へ向かいました。車を戻ってからも気が動転していたので、ハンドバッグを持ってお店に戻ると、ハンドバッグときしめんを間違えたことがバレてしまうと思う。ハンドバッグから財布だけを取り出し、そしてまたきしめんを持って、あ、一応もう一回ね、ここダミーできしめんを持っていった。何なんだよ。あ、間違えてないよ。私はきしめんを持ち歩いてる人ですっていうふり。どっちが恥ずかしいかって話で、財布は忘れだよ、でもきしめんは意図的ですってことをカモフラとしてやったということで、中村さんと梶田さんは持っていたのと違うものを持っていたことはあります。動転しすぎやね。でもこれ、まあ、ちょっと違うかもしれないけど、なくはないよね。なんかね、なんか違うものをさ持ってるとかさ、似たようなことは確かにあった気がします俺。ああ、あった、なんかテレビのリモコンとかを何かと間違えてることがあったような気がするんですよね、俺。意識下で別なことにすげ変わってたりするもんね。そう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 、持ってるものがね。そう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 。俺は今これを持ってるんだって手元見たら全然違うもの持ってたりするんですよ、ね。俺車の鍵持って車の鍵探したことあるからね。って。メガネメガネじゃないですか。そうそう。あと昔トマちゃん、トマツはるかに、トマちゃんがね、手にコーヒーを持ってたの。で、なんか、俺がなんか本を読んでたら、あ、それ見たいね、見せてくださいって言われて、本を渡したらコーヒーを話して取ったんだよね。俺、コーヒーパシャーってぶちまいで、おーいって、なんでやねんって。もう多分意識が本を受け取る方に全部全振りになったんだよ。どんどんメモリが小さすぎませんか。スイッチが極端なんだろうね、スイッチがね。コーヒー話すと思わないからさ、こっちも。空いてる手で受け取ると思う。パッて両手で取った。